はい、どうもベアンです。一条プラレールのペタゾーさんのお手伝いで、イオンモール大和郡山の方で、プラレールレイアウトの方を組み立てましたので、レイアウト紹介をしていきたいと思います。今ね、2階のエントランスの方で、このレイアウトの全体を映してるんですけども、下の方に行ってですね、会場の方に行って近くにレイアウト紹介をしていきたいと思います。はい、レイアウトのある会場の方に、やってきました。じゃあレイアウト紹介の方をしていきたいと思いますけども、一番奥のね、一条レイアウトと真ん中の一条レイアウトで、一番ね、手前のレイアウトがありまして、この3つを上の方でプラロード大鉄橋で架橋という風な形をしてるんですけども、いつもとちょっと違うのはですね、架橋の場所がここですね。ここと、だいたいいつもは端から端なんですよね、ここね。なんですけど、今回はここから途中からで入っていって向こうに行くという風なレイアウトになってます。それをこんな感じで高い違い、段違いっていうんですかね、でやってるんですけども、でこれによってちょっと段が変わってるんですよね、プラロード大鉄橋の。これが今回ちょっとかっこいいですよね。であとはほとんどね、下の方は一条レイアウトなので変わりはないんですけども、でここの真ん中の一条レイアウトに関しては下のね、6段目までは向こうに行くラインと、こっちの方に行くラインがあります。で一つずつのラインにウッディの顔があるというね。でこれね、あ、ちょうどおられましたよ、一条プラレールのペタゾーさんがここから参加していただいてもらおうと思います。ここいいですね。これあれですよね、往復レールのやつですよね。ちょっとレッドサンダーを電池入れてもらえますか。電源を今向こうに来まして、あそこで戻ってくると、まあ、ここちょっとイレギュラーなことしてますけどね、浮いてるんですよね、橋脚が。で帰ってきました。でこれでウッディの口から出てきて戻るというベロになってますね、これベロだね。しゃっくりみたいな。いいでしょう、はい、いいでしょう。ペタゾーさん、はい、久しぶりですね、一緒に組み立てたのね。そんなことなくね。ですよ。でも井筒屋ですから、井筒屋以来ですから。で今回一応プラレールのペタゾーさんの中で見どころをどこでしょうか。ここじゃないですか。ここですよね、やっぱり、ね、段違い。かっこいいもんね。超かっこいいもんね。超かっこいいですよね。いつもはだいたいこれ本当一本でズドンと三つをつなげちゃうんですけど、今回半分ずつにしてあえて段をつけてっていうところはかっこいいですよね。これはね、本当。だからまだね、今回もちょっと本当スピード組み立てだったので、このレイアウトを3人4人で3時間ぐらいでスピード組み立てでしたので、本当ねできる限りの速さでやったので、ちょっと今回こんな感じになってるんですけど、多分もう少し時間があったらね、もうちょっといろいろ工夫できた可能性ありますよね、これ、はいはい、なので今後ちょっと発展させれるかなと思うので楽しみです。でこ3段目の方はこっちペタさんが作りましたよね。ちょっとこっちなんかちっペタさんがね、この新しい駅のひな壇、ここが全部ちびたさんですよ。ちびたさんすごいですね。でここひな壇で、あそこが S 字のひな壇と、これいいっすね、いいっすね、はい、これちょっとパクらせてもらいます。っていうのがペタゾーさんと組み立てるときってこれするんですよ。でベイアンス一人でやるときってこれができないんですよ。こっから先をどうアレンジすればいいかっていうのは分かんないんで、でもこれちょっと本当いいヒントになります。本当あれ、はい、カラーレールで少しずつ虹色なんか、はいはいはい、かっこいいですね、かっこいいですね。なのでこれちょっと本当に今度パクります。でここで大きな鉄橋の、こんな感じで四角が重なってるんですけど、ここにね今流行るの往復レール入ってたりとか、これも往復が入っててずっとここで折り返しと、あとここ でここもね転鉄機使って面白いことしてるんですよね。こういう風に路線があるあそこで折り返すという風なレイアウトになってます。ここペタゾーさんがやられました。下はそうです。あ、でもね、この間の、別のイベントでトラさん、はいはいはい、こういうような感じのものを作ったので、これいいですよね。こういうスペースをこんな感じで埋めれるっていうだけでも全然いいですよね、本当。
でこの組み立てですけども、一応プラレールのペタゾウさんと、あとね、トウカソ君という方が、で大人が3人と、チンペタ君で4人で組み立てたレイアウトになります。いやー、本当ね、いつもだと一応レイアウトってここぐらいの高さですよね。ここぐらいの高さなんですよ。それが今回大体3段4段高いので、ここまで来るとやっぱ迫力ありますね、一応レイアウトね、はい、高さがあると、はい、本当ちょっと舐めてましたから、なので今後ちょっともう少し高めにしようかなと思います。はい、このイベントですけども、イオンモール大和郡山の、明日まで、北工事コートで、ですね、21日まででしたよね、20まで、2月の20までやってますので、もしこの動画を見られてね、奈良の方がおられましたら、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。で概要欄の方にですね、一緒に組み立てました一応プラレールのペタゾウさんと、トウカソ君の YouTube のチャンネルリンクを貼っておきますので、そちらの方もぜひご覧いただけたらなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またね、あの全面展望、ここで撮ったね全面展望とかも上げていきますので、そちらの方もぜひご覧ください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。